はい、どうもケンズキャンプ TV です。まず最初にですね、ちょっとちょっとした謝罪というか、させていただきたいと思います。はい、1ヶ月バロッコ生活の方なんですけども、1月の12日から、2月の13日までの撮影というか期間だったんですけども、まあ編集とアップロード非常に僕ちょっと時間かけてしまいまして、結果ですね、放送日がもう春というか暖かくなってきてしまったので、ちょっと季節感が伝わりにくくなってしまいました。申し訳ございません。またですね、いただいたコメントなんですけども、まあちょうどなんか時期的に仕事が忙しくてですね、いいねしかちょっと押せなくて、全部にこう返事するってことができなくなってしまいました。はい、そちらも申し訳ございません。やっとね落ち着いたので、この後の動画、まあ、最近上げてる動画の方からはコメント再開してますので、ぜひぜひまたコメントいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。で、その後ですね、石川旅行、行きましてね、心身ともにリフレッシュ、してきました。はい、そちらの動画もねぜひぜひ見ていただければと思います。はい、で、今回は何をするかというとですね、タイトルでも分かる通り、1ヶ月非常食でバロッコ生活の、まあ統計的なまとめというか、ランキングなどをですね、発表させていただきたいと思います。はい、それではね、紹介の方始めていくんですけど、スマホのねメモにちょっと全部記録してありますんでね、カテゴリー別に発表していきたいと思います。はい、まずはですね、コメントとかね、DM でも多かったんですけども、1ヶ月バロッコ生活後の、体重ですね、こちらの、発表したいと思います。はい、私、開始前の体重91キロ。はい、まあ身長もねあるんですが、ちょっとまあお腹が出ておりますのでね、その体重になってますが、はい、91キロから、達成後、86キロです。まあ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 、1ヶ月で5キロぐらいかな、うん、減りましたね。はい、まあやっぱり多少なんかあったのかな、水しか飲んでないとか、まあその辺が関係してたのかもしれないんですけど、だいたい毎食ね8分目ぐらいはお腹に入ってたというかね、溜まってたんで、まあそれ考えると、まあそんなに空腹耐えたっていうのはアーク3の時だけだったんで、まあ良かったんじゃないかな。はい、ちょっとね職場ではね、あれ顔を痩せましたみたいに言われるんだけど、まあそんなに変わってないねみたいなねコメントもありましたけど、はい、まあお腹の方が落ちたのかな、わかんないですけど、はい、そんな感じでございます。続きまして、外部充電ですね。はい、この1ヶ月間ですね、まあ調理にいろいろ電気とか使ってきたんですけども、まあ僕の場合ソーラーパネル充電と、仕事でですね片道、まあでも近いんだよな、15分ぐらいのところで生活してたんで、だいたい往復で30分分ぐらいの走行充電ありですね。こちらで1ヶ月ですね、外部充電はなんとなしでした。これすごくない？これ一度も充電することなくですね、まあこのライトね、ライト関係とか FF ヒーターいっぱい使ってましたね。はい、まあそれでも大丈夫だったっていうのは結構自信になるというか心強いですよね。はい、そんな感じです。続いて、かかった金額ですね。こちらもね、まあ気になる方もいらっしゃると思いますし、軽キャンパーファンの方で、実はこの生活、取り上げてもらってます。はい。なんで、ちょっとそっち見ちゃった人はね、まあ大体こんぐらいかななんて金額は分かってると思うんですけど、まあ今回の生活中で、余った非常食も実はありますね。セットで買ったんで、まあちょっと31日内で食べられなかったものとかは、普通に非常食として備蓄してますんで、今回この生活でしっかりこう、食べたものの、金額を発表したいと思います。はい、まあ、ちなみにちょっとね足し算引き算結構間違えてる可能性もあるので、まあ目安というかおおよそというところで、まとめたものを紹介したいと思います。はい、では、今回ですね、非常食1ヶ月でバロッコ生活でかかった食費ですね、はい、それがこちら、はい、64,274円です。拍手の意味は分かんないんだけど、かかりましたね、1ヶ月で。食費が6万円ですよ。はい。1日に平均しますと、2073円。まあ、おおよそですね。ということで、まあ、だいたい1日2000円ぐらいかかりましたっていうことですね。はい。基本的に、まあ、なみなみ、大人がね、男の大人が食べて、1ヶ月生活できたのが、まあ、だいたい2000円ぐらいなんで、まあ、
自分の中でこれが一個の目安になりましたね。はい、非常時に、大人の男性一人にかかる食費はまあ2000円なのかなっていう、まあ他にもね安かったりとかいろいろあるんでわからないんですけど、今回の自分のパターンだと、大人の男性一人2000円ぐらいじゃないでしょうか。はい、まあこれを計算すればね、家族でじゃあ5人いますとか、まあまあ3人いますとかね、まあいろいろとね、お金の計算ができるんじゃないでしょうか。はい、これも参考になれば嬉しいです。はい、それではですね、続きましてランキングの発表をしていきたいと思います。はい、今回のね、ランキングちょっとカテゴリー別にして最後に総合ランキングというところで当てたいと思います。はい、ぜひぜひね参考にしてね購入してもらえればと思いますので、まあ僕あの回し物じゃないんで別にね、何もないんですけど、はい、紹介していきたいと思います。はい、それではね、まず最初のランキングが缶入りパンランキングでございます。はい、缶入りパンといえばね、毎食お昼に食べてたやつですね。こうパカッと開けてね、パッと取ってもすぐ食べれるっていう、非常に簡単に食べれるものです。はい、それではね、缶入りパンランキング第3位から発表したいと思います。3位はちょっと迷ったんですけども、缶入りパンランキング3位はこちら、はい、オローニャメープルです。はい、ですね、今回3位にさせてもらったのはボローニャのメープル味でございます。はい、なんといってもあのボローニャさんのパンは、これあの生地はほとんどまあ統一だと思うんですけど、なんでしょう、クロワッサンみたいな、あの若干こう層になっているような、あのパイ生地っていうとまたちょっと違うんだけど、そんな感じ。はい、もう生地が非常に美味しいっていう感じなのと、メープルを選んだのはやっぱりその結構こう生活中にこう甘みを得られたというか、あ、こういう甘み欲しかったみたいな感じになったところが、まあ味の決め手ですね。はい、ただ3位に選んだ理由としては、そのパン生地がやっぱうまいですね。はい、やっぱ調べると結構ボローニャさん有名なんで、もうまあパンって言ったらもうね、ボローニャみたいなところがあると思います。はい、まあただね、好みも問題もあるんで、まあ、僕の場合は3位にさせていただきました。はい、実はこれもう一個ね、3位ちょっとね、迷ったのがありまして、あの那須高原バターの、あのパン、あれはですね非常にうまかったんですよ。はい、なので入れたかったんですけども、なんかあの僕が買ったやつが悪かったのかな、そういうわけじゃないと思うんですが、あの賞味期限の方がまあ1年少々しか持たないと、いう感じだったので、今回はランク外にさせていただきました。はい、あれで多分ね、まあ下手したら5年とか言ったらもうめちゃめちゃうまいと思いますよ、あれ。まあ仮にその1年だからあのクオリティなのかもしれないですけども、まあ僕の買ったタイミングともあると思いますので、まあ今回はこんな感じ。はい、続きまして、缶入りパンランキング第2位、こちら、パンダ缶チョコレートでーす。はい、おめでとうございます。はい、パンダ缶のチョコに関してはチョコチップが入ってて、缶詰のデザインが可愛いと。やっぱりあの災害時はあのそういう、なんだろうな、多少目で見る癒しというかね、まあ、そのままお子さんも喜びそうだし、まあ、女性にも受けがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、結構非常食ってデザインがこう、まあいい意味でこうシンプルというかね、あのアルミパックとかさ、そっちにまあお金かけないで本当保存とかそっちに特化してるんだけど、結構親しみやすいのかなっていうふうに思ったので、第2位に選ばせていただきました。はい、おめでとうございます。それではですね、缶入りパンランキング第1位ですね、発表したいと思います。それがこちら、はい、ベーカリーのいちご味ですね。これおめでとうございます。はい、まあ一番僕の好みに近かったっていうのがねあるんですけども、はい、実はベーカリーの缶も結構デザイン好きで可愛らしい。はい、あとですね、こういちご味っていうのが、まあ、パンダ缶にもあったんですけど、まあ、ベーカリーのいちご味かなりうまかったんですよ。はい。まあ、マーブル系ですよね。だから、こう、塗り込まれて層の間に入ってる系なんですけど、甘くてですね、まあ、パンの食感もやっぱり全部違うんですけど、ベーカリーさんもかなり美味しいパン生地をしておりまして、まあ、サクフワみたいな、ね、感じ。まあ、あとはそうですね、やっぱりいちごが好きなんで僕、それが結構ね響いたのかなってのあるんですけど、はい、ベーカリーさんのいちご、これが1位です。はい、非常食生活中のね、動画見ていただくと分かるんですけど、僕もねこれ初めて食べた時に結構絶賛してるコメント残してると思うんで、ね、気になる方はぜひね戻ってみてもらったらいいと思います。ありがとうございます。はい、ということで、缶入りランキングの、まとめはこんな感じです。3
3位がボローニャメープル、2位が、パンダ缶のチョコ、1位がベーカリーのイチゴという順番になりました。はい、どうしても参考になればよろしく。はい、続きましてのランキングでいきたいと思います。続いてのランキングがご飯ランキングです。はい、なんかご飯ものですね。まあちょっと分類できてないものもあるんですけど、まあ基本的にはお米が入っているものを、主として選んでおります。はい、それでは行ってみましょう。ご飯ランキング第3位はこちら。お、松茸の匂いするこれ多分松茸だと思うんですけど、うん、匂いがすごいいいですね。うん、小西の松茸ご飯です。おめでとうございます。はい、今回は小西のやっぱり松茸ご飯非常に香りが良くてうまかったんですよ。はい、これ良かったです、かなり。はい、ただね、サインした理由がありまして、これその前に食べたやつかな、小西の混ぜご飯とおそらくだけど似てた、近かったんですよ、味が。松茸以外ね、そこに松茸が入っただけみたいな感じにもちょっと思えたかなと。ただやっぱりちょっとでも入れば香りとか、まあその松茸が入った部分の食感味とか非常に美味しかったんですけど、もうちょっとこう差別化欲しかったというかね、まあそんなちょっと贅沢なんですけど、まあそういう風に感じました。ただしそれでも非常にやっぱ美味しかったし、非常食で松茸を入れてくるって小西さんのこのなんか考えというかアイデア、これはもうすごいと思って、こう今回ね、数ある非常食の中で第3位にね、入れさせていただきました。はい、おめでとうございます。続きまして、第2位ですね。はい、第2位ご飯類ランキングは、こちら。食塩がありましたよ、食塩が。結構ふっくらできてるんじゃないですか？うまっ！はい、小西の赤飯でございます。おめでとうございます。はい。またしてもですね、大西さんでございます。はい、まあ安定してますよね。うん、めちゃめちゃいいと思います。はい、今回ですね、赤飯結構ね、種類何種類か 3,4 種類くらいあったのかな。はい、まあ缶詰開けて食べれるやつとかも含めてなんですけども、まあいろいろありました中で、僕赤飯大好きなんでこう2位に入れさせてもらったんですけども、大西さんの、赤飯をなぜ2位にしたかというと、まあ動画見てもらった方はわかると思うんですけど、ずーっと塩欲しいな、塩欲しいなって言いながらこう他のメーカーの食べてたら、小西さんのね、赤飯に塩入ってたんですよ。これすごいなと思って。まあ、お塩って、賞味期限ないなんて言いますから、こう備蓄しとけばいいんだと思うんですけど、まあ、その気遣いというかね、中に入っててさ、で、塩の、なんだろう、ごま塩みたいな粒子型のお塩だったんで、まあ、赤飯に合うタイプですよね。これ非常に美味しくて、まあ、絶賛でした、僕は。はい。今回の小西の赤飯選んだ理由はそちらになります。はい、おめでとうございます。いや本当に良かった。はい、それでは、気になるご飯類ランキング第1位にね、行ってみたいと思います。はい、ご飯類ランキング第1位はこちら。お、めっちゃうまそうじゃないこれ。うまっ。はい、レスキューフーズの牛丼です。はい、おめでとうございます。はい、いやこれね、1位はねこれでしたね。正直言いますと、まあ分類が多分違うと思うんですけどね、大西さんの方のアルファ米とはまたほら違うじゃないですか、やっぱその具が入ったご飯みたいなセットってところがあるんですが、まあそれがなくてもね、やっぱ牛丼ってやっぱうまいっすね。はい、結構万人受けすると思うし、もうあれだけ肉肉しいものを非常食で食べれるってなかったんです。他に本当になかったですね。ハンバーグとかでも感じられなかったし。はい、まあ価格の方はねちょっと高くなってしまってるんですけど、まああれ一箱だけであったかいご飯が食べれるっていうセットなところが、まあ費用対効果というかね、あるんじゃないかなと思いました。またね、ヒートパックの知識も僕はレスキューフーズのボックスからね、得られましたので、まあちょっとね、感謝もあったし、やっぱりね、まあもう一回言いますけどね、肉肉しい感じを非常食で一番得られた、ダントツで一番得られたのはこの牛丼です。はい、他のやつではまあ肉っていう感じはハンバーグとかでは正直ね足りなかったので、この牛丼はね、最高にうまかったです。はい、ありがとうございます。第1位は
レスキューフーズの牛丼でした。じゃあご飯類ランキングまとめがですねこちらでございます。はい、3位が大西の松茸ご飯、2位が大西の赤飯、1位がレスキューフーズの牛丼です。はい、おめでとうございます。はい、まあ、ご飯類は結構非常食の主食になると思いますんでね、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。それでは続いてのランキングいきたいと思います。続いてのランキングがおかずランキングでございます。はい、まあ、今回僕はね、レスキューフーズの白ご飯だけ買って、その他こうおかずを買ったりしてね一緒に食べたりもしてましたし、まあもう一品ってところでこうおかずをこう用意してね、食べたりもしてました。はい、まあ、今回は一応そのおかずにも焦点を当てたランキングをですね、これ開けたいと思います。はい、それでは、行ってみたいと思います。おかずランキング第3位はですねこちら、手で開けられるタイプやっぱいいですね。まあ美味しそうだね、これもちょっともうパクっていっちゃいたいけど、これうまいね。はい、こちらレスキューフーズのポテトツナサラダでございます。はい、おめでとうございます。はい、こちらですね、ポテトツナサラダっていう、なんだろう、ツナが入ったポテトサラダ自体は初めて食べたんですけど、これね非常にうまくて、なんかねこうマヨネーズ味みたいのって結構少ないんですけど、今回それをこう得られたというか非常にうまかったです。はい、もううまいしか言えないのはちょっとあれなんですけど、はい、結構ないですよねポテトサラダの非常食ってなかったかな、かサラダがまずないもんね。なんでまあなんか新鮮な気持ちで食べれたというかね、なんだろう、非常にこう美味しかったんですよ、とにかく。はい、すいません、ちょっとコメントが下手で、ちょっとポテトサラダに関しては動画を見てもらえば分かるんですけど、これうめえなって言いながらね結構食べてたと思うんですけど、はい、これはね第3位にさせていただきました。はい、なんか料理をねポンって食べた後の、まあ後というかその横にねサイドメニューとして一缶置いときたいメニューでした。はい、それでは第2位いってみましょう。おかずランキング第2位がこちら。すげえ、結構ゴロゴロ入ってる。こんな感じです。おー、うまっ。肉じゃがですね。はい、肉じゃがに関しましては、ちょっとメーカーさんがまあいろいろあるんですけど、外れがないなというふうに思いました。はい、肉じゃががですね、まあ何社か出てるのを食べましたけど、もう全部うまくて、まあちょっとここにはね分類でメーカーの分類はしてないんですけど、肉じゃがっていうものが非常に非常食と相性がいいと思います。うまいです。はい、で味も結構濃いんで、レスキューフーズの白ご飯みたいなのも用意しとけば、一緒にこうね、ご飯のおかずとしてもいけるっていうね、感じですよ。非常に美味しかった、これも。はい、肉じゃがに関してはこんな感じでございます。はい、おかずランキング第1位ですね。はい、これいってみたいと思います。はい、それでは第1位はこちら、開けていきます。よいしょ、めっちゃいい匂いする。うん、まっ。はい、おでんでございます。これはねめちゃめちゃうまかったね、本当に。特に、卵とかね、この燻製されて美味しかったし、こんにゃくとかも食感が変わらずに入ってました。ちょっとボソボソってするのかなと思ったんだけど、全然そんなことなく、歯ごたえもしっかりあるこんにゃくだったね。牛すじだけはちょっとこうなんだろうな、歯に詰まりやすいというか、まあおでんに入ってるら柔らかい感じってよりはちょっと硬かったんだけど、まあそれはもう保存食なんでしょうがないっていうところで割り切ると、まあ、おかずの中で良かったのはやっぱおでんなのかなっていう風なのがこの1位のね、まあ考えですね。はい、僕はおでんで白ご飯を食べる習慣がないもんで、いやどうかななんて思ってたんだけど、このおでんだったらね白ご飯食べると思うんですよね。はい、まあ、そんぐらい今美味しかったです。なんか一番こうコンビニに近かったかなっていう、ちょっと味濃いめのここコンビニのおでんみたいな感じの味でした。はい、まあ温めたので非常により一層美味しかったですね、あれは。はい、まあおかずのランキングでこんな感じでございます。ぜひぜひ主食のね、まあ、サイドメニューとしてもう一品って時の、まあ、参考にしていただければなと思います。はい、それではねおかずランキングまとめはこんな感じ。はい、3位がポテトツナサラダ、2位が肉じゃが、1位がおでんということでございます。はい、
それではね、カテゴリー別では最後のランキングになります。はい、最後のランキングはですね、おやつランキングでございます。今回は、1ヶ月間の中でまあ、あのお菓子というかね、まあ、お餅であったりとか、まあ、そういったなんかちょっとこうおやつになりそうなものもね、食べてきました。はい、まあそこもちょっとカテゴリー別してランキングしてみたいなと思います。はい、それではね、おやつランキングいってみましょう。第3位が、こちら、よいしょ、下はこういう感じで横に入ってますね。はい、いちご製菓のせんべいです。おめでとうございます。はい、いちご製菓のせんべいね、まあ、僕もともとせんべいが好きっていうのがまあ結構大体あるんですけど、あれだけこうパリッとね、普通のおせんべいみたいな感じで食べれるし、保存期間も長いし、これすごいなみたいに思いましたね。はい、まあなんかそのメーカーさんの安心感もあるかな、あのいちご製菓っていうね。はい、まあ、パッケージも結構なんか僕的には可愛くて好きかなと。はい、で大きめの缶なんで、まあ、なんだろう、なんか何かを保存したり水を汲んだりというかね、まあそういうのにも非常時に使えるのかななんていうふうに思いました。はい、これは美味しくいただけましたね。うん、はい、それでは第2位いってみましょう。おやつランキング第2位がこちら、こういうガムありますよね。ちょっとこれどんな感じ、なんかすげえうまそうなんだよな、ほんとこれだけなんだけどさ。ミルクスティックですね。はい、こちらのミルクスティック、非常にね甘くてうまいんですよ。うん、あの千歳飴っていうなんか七五三の時にね、こうペコちゃんが書いてあるさ、あのミルキーなね飴がありますけども、僕あれ子供の頃からめちゃめちゃ大好きなんですよ。はい、ただあれって結構子供にとってはね、こうずーっとこう舐めてなくちゃいけないというか、こう手ベタベタになってきたりね、うまいんだけどちょっと食べにくいななんていう風にも、まあ当時からちょっと思ってたんだけどね、まあ好きだから舐めてたけど、うん、このねミルクスティックに関しては薄いこうなんだろうな、ちょうど板ガムぐらいのサイズなんですよ。はい、で結構歯でも簡単にパリパリ食えるし、すぐこうほろってなってね、ジャリジャリ食う感じなんですけど、はい、あれねほのかな本当ミルクの甘みと、その食べやすさ、手のベタつかなさとかね、しかもそれ非常食でしょ、これはね結構いいっすよミルクスティック、しかも安いし、うん、これはね、おすすめ本当に。はい、ちょっと僕ねこれは備蓄したいなって思ってますね。これねうまい、うん、ぜひぜひちょっとね安いんで、本当気になった方はアマゾンでねちょっとポチッとしちゃってみてください。はい、そんな感じです。はい、それでは、第1位いってみましょう。おやつランキング第1位がこちら、うわーこれはうまいだろう、これはうまい。はい、黒蜜きなこ餅でございます。おめでとうございます。はい、まあお餅シリーズはもう全部うまかったんですけど、まああえてこう1位に持ってくる、全部で餅にしたらあれなんで、あえて1位に持ってくるとしてもこの黒蜜きなこでしたね。うん、なんといってもまあこれは全部一緒ですけど、餅のこの水戻しの手軽さ、はい、水かけて1分ですよ。うん、でこうまあ、あの茹でたてというかね、こうついたお餅っていうよりはちょっとこうね、普通のスーパーで買ってきたお餅を茹でたような感じのお餅になるんですけど、1分の水戻しでできると。はい、これお湯でやったら確かにめちゃめちゃうまいかもしれないな、コメントでもあったんですけど、うん、まあ、今回は水やったで冷たかったんですが、それもすごいもちもちしてて、でちょっとまあ濡れてますからこうきな粉と絡むしね、すごいうまかったんですよ。はい、まあ黒蜜きなこ餅はね、まあ何回もその非常食でこう食えると思ってなかったって言ってますけど、黒蜜きなこ餅非常食で食えるとは思わないですよね。まあまあこれも何回も言ってるけどさ、うん、非常にうまかったです。はい、まあおやつランキング、これぜひぜひね、女性やお子様がいるご家庭ではね、まあ1個2個あったら本当にこうお子さんとかも一緒にこう乗り越えられるんじゃないかっていうふうにね、思ったりしますんで、ぜひぜひ参考にしていただければと思います。はい、それではですね、以上でカテゴリー別ランキングは終わりとなります。はい、それではですね、続きまして最後総合ランキングを
ングを発表させていただきたいと思います。はい。ちなみにこの総合ランキングに入っているもの、まあこれもね、3位までしかやらないんですけども、この3つは僕はもう備蓄確定でございます。はい。まあ次のね、まあお給料が入ったあたりで、ちょっとこうね、まとめてこう、備蓄用にね、揃えていこうと考えておりますので、それくらい僕が気に入ったもの。はい。で、カテゴリー別で紹介したランキングに分類できなかったものとかもあって、まあもうほんと総じて、1ヶ月間総じてのベスト3ね。これをね、発表したいと思います。それでは行ってみましょう。総合ランキング第3位は、こちら、レスキューフーズの一食ボックス牛丼です。ありがとうございます。はい、もうこれですね。やっぱこれはもう絶対備蓄したいと思いました。はい、どうしてもこう肉食いたいってなった時はこれかなと。はい、そしてね、一食ボックスなんで、ヒートパック付きです。はい、全部ついてるんで、まあこれは外せないかなという感じでございます。もちろんあのモーリアヒートパックとか持ってたら、逆にもうちょっとこうスペース的にコンパクトにしたいなっていうのはあるかもしれないんですけど、まあその場合はなんかこう分解してね、別に箱開けて必要なもんだけ取っとけばいいのかなっていうふうに思ってます。はい、まあこれが第3位ですね。はい、これ素晴らしい、おめでとうございます。僕はおすすめです。非常におすすめなんで、ぜひぜひあの買っていただければと思います。はい、それでは総合ランキング第2位ですね、発表したいと思います。総合ランキング第2位は、こちら、わかめうどんです。ありがとうございます。はい、これで、ね、わかめうどんが第2位に、ランクインでございます。はい、一番ですね、カップ麺に近い麺でした。このね、なんだろう、食べやすさ、うまさ、これはすごい。もうカップ麺を食べてるかのようですね。はい。で、何人かちょっとコメントとかね、DM で、カップラーメンでいいんじゃないですかみたいなね、コメントもいただいたんですけど、僕も最初ね、カップ麺って保存できるでしょみたいな風に思ってたんですけど、意外とね、長くても1年ぐらいなんですよ、持つのが。うん。まあ1年持ったらね、別に1年ごとに買い替えればいいのかもしれないんですけど、わかめうどんはもうすごい長い期間ですね、5年、持ちますんで、これはね、やっぱ違うんですよね、やっぱりカップ麺とは。はい。まあ、しかもそのわかめうどんっていうね、素朴な味というかシンプルな味で、まあ結構誰でも食べれるんじゃないかな。これなんか担々麺とか変なあったらね、食べれる人食べれない人って出ちゃうかもしれないけど、まあ、まあそれはラーメンだけどさ。わかめうどんっていうチョイスが良かったんじゃないかなと思います。はい、まあ非常にうまかったね、これはね。あのスープまでしっかりもう美味しくて全部食べました。はい、おすすめでございます。これもね、備蓄対象でございます。ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、それではですね、いよいよ1ヶ月非常食でバロッコ生活で数々の非常食を食べてきた私が総合ランキング第1位に選んだものを発表したいと思います。はい、それではいきます。総合ランキング第1位は、はい、こちら、お味噌汁です。はい、これが第1位です。意外だと思いましたかね、皆さん。はい、でも結構コメントではね、味噌汁買いましたなんていう人もいっぱいいたんですけど、そうなんです、味噌汁がね、一番必需品だと思いましたね、非常食で。はい、これめちゃめちゃうまいっすよ。うん、もうね、簡単だし、作るの粒子タイプをね、こう2杯半とか僕はねやったりしてましたけど、まあ自分の好みで味も変えられるし、わかめ入ってるし、保存期間長いし、そんで安い。うん、で何日間もこう作れるじゃないですか。もうお湯さえ作るものがあれば、もう味噌汁毎日飲めますよ。うん、それぐらい飽きないし、で味噌って体にいいじゃないですか。もうなんかもうワンテンなんじゃないかなっていう、これ考えた人。はい、もうぜひぜひこれはもう体を張ってやったというかね、まあ企画ですけど、本当におすすめできると、自信を持って言えるものですね。なんかテレビショッピングみたいになってますけど、はい、この味噌汁
ぜひぜひ皆さん、1個ね、備蓄しといてほしい。なんなら別に非常食としてじゃなくてもいいと思うんですよ。一人暮らしだったらもうお湯沸いたらそれさーって入れたら夕飯になりますからね。まあ僕なんか男一人暮らしの時もありましたから、まあそんな時はこうやってね、作って飲めたらね、なんか一個ねおかずが増えるというかさ、汁物が増えるんでサクッとね、便利だったんじゃないかなと思います。はい、このお味噌汁ぜひぜひチェックよろしくお願いします。はい、ということでね、総合ランキングの、まとめはこちら。はい、3位がレスキューフーズの牛丼、2位がわかめうどん、そして1位がお味噌汁という感じでございます。はい、まあ僕の今回趣味でね、味の好みとかでランキングしてますけど、この3つは本当におすすめだと思いますんで、まあぜひぜひ参考にしていただければと思います。はい、ランキングの発表は以上で終わりでございます。はい、でもですね、本当に僕がこの生活始める前に抱いてた非常食の印象っていうのは、まあちょっとこうね、言い方あれですけど、我慢して食べなきゃいけないものもあるかなって思ったんですよ。はい、それがですね、各メーカーさんすごくこう頑張られてて、なんか評論家みたいなこと言うのそんなんじゃないですけど、本当にね全部うまかったっすよ。全部うまかったんで、まあ本当に好みのランキングだったっていう風にね思ってもらえばと思うんですけども、まあ美味しかったね、みんなね、全部美味しかった。これ本当にねやってよかった企画でございました。はい、ということで、これにてですね、非常食で1ヶ月バロッコ生活の、総まとめも以上という形になります。はい、まだまだ気になること、まあこれどうだったの、あれどうだったのっていうのあったら、もうぜひぜひ、まあ、YouTube のコメント欄とか Twitter の DM とかでもいいんでね、コメントお待ちしております。はい、何でもね素直にお答えしますんで、お待ちしております。はい、ということで、皆さん、1ヶ月非常食バロッコ生活動画、達成動画、そしてこちらのまとめ動画もですね、ご視聴いただきありがとうございました。予告というか告知じゃないんですけども、今年ね夏秋、まあ次のシーズンですよね、ちょうどにかけてですね、また非常にいいものをね企画しております。次に関してはもう完璧にキャンピングカーの、スポットを当ててますね。これ生活とかじゃなくて、なのでぜひね楽しみにしてもらえればと思います。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。